こんにちは、ひろゆうちです。今日はですね、普段と雰囲気が変わって渋谷に来てます。で、ラグランジュポイントさんっていう、会社の、高田ひかるさんっていう方にコンサルティングをしていただいて、私のですね、カウンセリングのウェブサイトを、新しくしてもらうためにその相談で来ています。まあ、やっぱり私も相談をお受けする、まあ、カウンセリングの仕事してますけど、まあ、高田さんという方はまあ、コンサルタントということで、まあ、インターネットの、ね、を使って、まあ、ウェブサイトとかを使ってどうやって多くの人に、ね、その働きを知ってもらうかということを、専門にやられている方です。で、まあ、やっぱり自分ではよくわからないことだけど、まあ、専門家に相談するとすごく、まあ、安心感があるっていうか、ああそうなのかってすごい気づかされることが多いわけなんですよね。で、まあ、私も自分のそういう働きをしてますけど、まあ、相談できる人がいるっていうのはすごい心強いしありがたいことだなと思っていますし、まあ、私もそういうふうにクライアントの皆さんの役に立てるような働きをしたいなっていうことを思っています。では行っていきたいと思います。では今日ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。